軌道、軌道、軌道、オービットとは力学において、ある物体が重力などの行進力の影響を受けて、他の物体の周囲を運動する経路を指す。物体の軌道は、ヨハネス・ケプラーによって、最初に、数学的に解析された。ケプラーは、この研究成果を有名な惑星運動の法則、ケプラーの法則として定式化した。彼は、 我々の太陽系の惑星の軌道がそれまで考えられていたような円、または終点円ではなく楕円であることを発見した。アイザック・ニュートンはケプラの法則がニュートンの万有引力の理論から導かれること、また一般に万有引力を受けて運動する物体の軌道が円錐曲線になることを証明した。ニュートンはまた二つの物体は両者の共通重心の周りに それぞれの質量に反比例する半径の軌道を描いて回ることを示した。ここで片方の物体がもう片方に比べて非常に重い場合には便利な近似として2体の重心は重い方の物体の中心にほぼ一致するとみなすことができる。惑星系の中で惑星、小惑星、彗星、スペースデブリなどは惑星系の中心性の周りを楕円軌道を描いて 高点する。この軌道を惑星軌道という、放物線軌道、または双極線軌道をもって、中心性を高点する彗星は、中心性に重力的に束縛されておらず、その星の惑星系の一部とは考えない。今日まで、我々の太陽系で明らかに、双極線軌道を持つような彗星は観測されていない。惑星系の中で惑星の一つに、 重力的に束縛されている天体はその惑星の衛星と呼ばれ、自然の衛星であれ、人工衛星であれ、その惑星の周りを公転する。惑星同士に相互に働く重力切動によって、我々の太陽系の惑星軌道の離心率は時間と共に変化する。冥王星と彗星は最も離心率の大きな軌道を公転している。 現在は火星がそれに次ぐ大きさの離心率を持っており、一方で離心率が最も小さいのは金星と海洋星の軌道である。二つの天体が互いの周りを回っているとき、二体の距離が最も近くなる点を近点、最も遠くなる点を遠点と呼ぶ。二つの天体が楕円軌道を描いて互いに回っている場合、形の重心は 両方の軌道の焦点の一つに位置する。もう一方の焦点には何も存在しない。惑星が近点に近づくと、惑星の速度は増加する。惑星が遠点に近づくと速度は減少する。詳しくは、ケプラの法則を参照のこと。惑星、例えば地球の周りの軌道運動を説明するモデルとしては、よく用いられる大砲のモデルが有用である。 地球上の非常に高い山の山頂に大砲が据え付けられているとし、この大砲が砲弾を水平に撃つことを考える。ここで大砲のある山は非常に高く、大砲がある山頂は地球の大気圏よりも高いために砲弾に作用する大気の抵抗は無視できると仮定する。相互に万有引力のみで影響を及ぼし合う二つの物体だけからなる経では、二体の軌道は ニュートンの運動の法則と万有引力の法則を用いて厳密に計算することができる。力学ではこのような条件で2つの物体の運動を解く問題を2体問題と呼ぶ。大雑把には片方の物体が受ける力はその物体の質量と加速度の積になる。2体の間に働く万有引力の大きさはそれぞれの物体の質量に比例し2体の距離の事情に 反比例する。計算を行う際には、質量が大きい方の物体の中心を原点とする座標形を取ると便利である。この場合には、質量が小さい方の物体が大きい方の物体の周囲を軌道運動すると考える。物体 A と物体 B が相対的に静止している場合、A と B の距離が遠いほど、両方の物体は大きなエネルギーを持っている。 なぜなら、静止状態での二体の距離が遠いほど、より長い距離を落下することができるからである。このように、物体間の距離に依存するような力を及ぼうし合う、物体同士が、その位置に応じて持つエネルギーを、ポテンシャルエネルギーと呼ぶ。二体問題では、物体の軌道は、ある平面内の曲線になる。この時、物体の軌道は開いた、軌道。 片方の物体がもう片方の物体に対して二度と帰ってこない軌道になる場合と閉じた軌道、物体が帰ってる軌道になる場合があり、どちらになるかは、K の運動エネルギーとポテンシャルエネルギーの総和の値によって決まる。開いた軌道の場合、軌道上の任意の位置での物体の速度は、その位置でので速度に等しいか、それより大きい。閉じた軌道の場合には、物体の速度は常に、 各位置での脱出速度より小さい。自由落下する物体の軌跡は常に円錐曲線になる。開いた軌道の形は双曲線。物体の速度が脱出速度にちょうど等しい場合には放物線である。この場合、二つの物体は互いにしばらく接近し、再接近の前後で互いの周りを大きく回り込んで再びれ、二度と帰ってこない。 太陽に対して十分に大きな力学的エネルギーを持つ彗星がたまたま太陽に接近するような場合にはこのような軌道をとる。閉じた軌道の形は楕円、速度がある特定の値をとる場合には円である。地球の周りを軌道運動する物体が地球に最も近づく点を近地点と呼ぶ。地球以外の天体の周りを公転する一般の場合には 近点と呼ぶ。これに対して地球から最も遠ざかる点を遠地点または一般に遠点と呼ぶ。近点から遠点に引いた直線をラインオブアプスデスと呼ぶ。これは大円軌道の長軸であり軌道の差し渡しが最も長い位置になる。閉じた軌道を持つ物体は一定の周期で軌道上を運動し続ける。 この運動は、ケプラの法則によって経験的に記述され、数学的には、ニュートンの法則から導かれるものである。これらの法則は、以下のように定式化される。四つ以上の物体からなる経では、ラグラン受点のような特殊な場合を除いて、運動方程式を解く方法は知られていない。二体問題の解は1687年に、 ニュートンによってプリンキピアの中で発表れている。1912年にはフィンランドの警戒スンドマンが三体問題を解くための無限級数を導いたが、この方法は非常に収束が遅いためにほとんど使われていない。天体の軌道の厳密解を得る代わりに任意の精度で近似解を得ることもできる。このような近似には二つの形式がある。一つの形式は、 純粋な楕円運動を基本として、これに複数天体からの重力の影響を表す、接動項を付け加えるものである。これは、天体の位置を計算するのに便利な方法である。月や惑星、その他の太陽系天体の運動方程式は、高い精度で得られており、天足工法に使うための天体力を、変算するためにこの方法が用いられている。科学計算や、 宇宙探査計画のための目的には微分方程式の形式が使われる。ニュートンの法則によればすべての力の合計は質量と加速度の積で表される。したがって加速度を位置の関数として表すことができる。この形式を使うと接動項をずっと簡単に記述できる。初期状態での位置と速度から未来の位置と速度を予言する計算は 微分方程式の初期値も動くことに対応する。すなわち、初期値から時刻が少し後の天体の位置と速度を数値的に計算し、これを繰り返すことで解を得る。しかしこの方法では、計算機が持つ演算精度の限界によって、微小な計算誤差が生じるため、数値積分の方法によっては、誤差が累積し、解の精度も制限される。 これと同様の微分方程式を解く方法によって、多体問題と呼ばれるような非常に多数の天体から、なる系のシミュレーションも行われている。実際には、すべての二体間に働く力を直接計算する、直接 N 体計算と呼ばれる手法や、天体を重心間の二体問題として、階層的に集合化して計算する方法などがある。このような方法で、銀河や星団、 その他の大規模な天体のシミュレーションが行われている。軌道運動やケプラの第一法則を参照のこと。常にある固定点に向かう力の影響の下で、運動する物体の運動を解析する場合には、力の中心を原点とする極座標を使うのが便利である。このような座標形では、加速度の同系方向成分と方位角方向成分はそれぞれ以下のようになる。 および、ここで物体に働く力は常に同型方向を向いているので、方位角方向の加速度は0であり、以下の式が成り立つ。ここで H は積分定数である。また、ここで1、R を補助変数 U に置き換える。この時、力の同型成分の大きさを運動する物体の単位質量あたり F とすると、運動方程式の同型成分から、 時間変数が消去され、以下の式を得る。今、力が距離の事情に反比例する場合を考えると、この方程式の右辺は定数となり、従属変数の原点をずらすと、方程式は調和方程式となる。これにより、この天体の軌道の方程式は以下のようになる。ここで、ファイと E は積分定数で、L は半次加減である。 この式は極座標での円錐曲線の方程式とみなせる。軌道要素を参照のこと。一般の楕円軌道では、楕円の軸と離心率、最小、最大距離は以下の関係にある。ここで平均半径、または平均距離には別の定義もあることに注意すべきである。軌道一周にわたって半径を時間について平均した場合、平均近点角に対する、 平均値、また主星から見た、重星の軌道角について平均した場合、間近点角に対する平均値には異なる結果を得る。軌道周期を参照のこと、天体の軌道の一部が、母天体の大気中を通過する場合には、その軌道は効力によって減衰する。すなわち、近点を通過するたびに、天体は大気とすれあって、エネルギーを失う。これにより、 天体の運動エネルギーがちょうど最大に達する点でエネルギーを失うため天体の軌道は一周ごとに離心率が小さくなる円軌道により近づく。最終的には軌道は円軌道に近づき螺旋軌道を描いて大気中に落下する。地球大気の上限高度は大きく変化する。太陽活動の極大気には地球の大気は極小気に比べて 約 100km 厚くなる。長い導電性のテザーを持つような人工衛星も地球の磁場によって電磁気的効力を受けて軌道が減衰する。これは基本的にはワイヤーが地球の磁力線を横切ることで発電機の役割を果たすためある。このためにワイヤー内で電子が運動し軌道運動のエネルギーがワイヤー内の熱に変換されるのである。 人工的に衛星の軌道に影響を与える別の方法としてはソーラーセールや磁気セールを用いる方法がある。このような形の推進方法には推進剤やエネルギー入力を必要としないため無制限に運用することができる。軌道の減衰は母天体との同期軌道を運動するような天体の場合にも潮積力によって引き起こされる。 軌道運動を行う衛星の重力によって、母天体には、超積力による膨らみが生じる。そのため、同期軌道を取る衛星が、母天体の時点よりも早く降点していると、母天体の膨らみ部分は、衛星の公点から少し遅れた場所に位置する。この膨らみが、衛星に及ぼす重力ベクトルは、母天体と衛星の中心を結ぶ線から、わずかにずれているため、 衛星の軌道運動方向の成分を持つことになる。衛星に近い側の母天体の膨らみは衛星の交点を減速し、遠い側の膨らみは衛星を加速するが減速する。膨らみの方が距離が近いために加速の効果よりも強い。この結果、衛星の軌道は減衰する。逆に、衛星が母天体の膨らみに及ぼす重力によって、母天体はトルクを受けて時点が加速する。 人工衛星は、母惑星に、超積効果を及ぼすには、小さすぎるが、太陽系にある衛星のいくつかはこの仕組みによって、軌道減衰を受けている。火星の内側の軌道にある衛星フォボスは、この代表的な例で、この衛星は5、0000以内に、火星表面に落下するか、超積破壊されて、艦を形成すると考えられている。最後に、天体の軌道は、 重力波の放出によっても減衰する。このメカニズムは、ほとんどの天体では極端に弱く、非常に大きな質量の天体が非常に大きな加速度を受けて運動する場合にしか効果は、な内。このような例としては、複数のブラックホールや中性子星が近い軌道を、互いに回っているような場合が挙げられる。地球の周りを交点する軌道、地球周回軌道には、以下のようなものがある。 万有引力定数 G は以下のように定義される。よってこの定数は×の次元を持つ。このことから次の性質を持つ。軌道運動をする天体について距離のスケールを変更しても時間のスケールは変化しない。天体の密度を変えずに大きさを変える場合も含む。例えば距離を半分にすると質量は1、8、重力は1、16になるため、 重力加速度は1、2になる。したがって、軌道周期は元の場合と同じままである。同様に、物体を塔から落下させる場合、物体が地面に達するまでの時間は、地球と塔の縮尺をどのようにとっても同じになる。また、すべての天体の密度を4倍にすると、軌道の形は同じだが、軌道運動の速度は2倍になる。 すべての天体の密度を4倍にして、長さのスケールを半分にすると、軌道の形は同じで、軌道速度も元と同じになる。ある物体が半径 R で平均密度シグマの球形の物体の周囲を軌道長半径 A、高転周期 T の楕円軌道を描いて回るとき、蒸気の性質は以下の式に表される。20世紀初めに、 原子の構造が初めて実験的に調べられたとき、初期の原子の描像は重力の代わりに空論力によって束縛された太陽系のミニチュアのようなものだった。このモデルは電気力学と矛盾していたため、量子論が進展するとともに徐々に改良されていった。しかし現在でもエネルギー的に束縛されている電子の状態を表す波動関数に軌道という用語を使うなど、 旧来の病蔵の伝統が残されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。